こんにちは、プリンセスモナコです。今日はね、ご飯せんべい作りたいと思います。ご飯ね、ちょっとあります。今冷蔵庫入れといたから、あんまり硬すぎるのでちょっとだけ柔らかくして生ぬるくしました。はい、今日は余ったご飯を利用してご飯せんべいを作りたいと思います。ご飯せんべいにね、このエビ、小エビを入れて、あ、カルシウムの匂いが。で、塩もちょっと入れますね。お塩もちょっと入れて、こんな具合、ちょっと潰していきますよ。こうかな、これをね、潰して、ご飯せんべいを、潰れにくいでしょう、これ。猫ブラシ入れましょう。ちょっとだけ入れました。ちょっと水分入れたらいいかと思ってだしをね、入れましたよ、猫ブラシ。あ、混ざったかな。こんな感じ。あ、これエビのいい香りします。ちょっと混ざったかな。よいしょ、潰すようにして、よいしょ、混ぜます。力を入れて混ぜましょう。よいしょ、これをね、ぺっちゃんこにしてせんべい作りますよ。ぺっちゃんこにして、これぐらい、これをこんなにしたのをちょっと潰しますね、ぺっちゃんこに。ね、こんなご飯せんべいって売ってますよね。よいしょ、ご飯せんべいっていうかこんなせんべい売ってますよね。エビとかイカ入れた。よいしょ、で丸く形作っていって、なんとなく丸くして、もっと薄っぺらくした方がカリカリしますので、はい、こんな感じです。ぺっちゃんこですか。こんな感じですね、薄っぺらい。で、こっち側にもう一個、作りますよ。なんかね、エビのすごくいい匂いしますよ。エビと塩と猫ぶだし入れたからね。で、ちょっと形を整えて潰して、なかなか、もう形はいいか。せんべいになればね、ちゃんこのせんべいできますね。よいしょ、よいしょ
なかなかできないよ。よいしょ。はい。もう一個しましょう。もう一個の全部3個作れるかな。これも潰します。ぺっちゃんこに。薄い方がカリッとしてちょっと厚いともちっとしますね。好みで作られたらいいね。よし、辛い。はい、これはちょっと厚めです。はい、できました。これもうちょっと薄いのが好きな人は薄くすればいいね。こんな感じです。もっと薄くできるね。もっと薄くできるね。どうしよう。ちょっと形はおかしいですけど、ぺっちゃんこにできましたよ。これをせんべいだからね、はい、レンジでパリパリにしていこう。ちょっと2分くらいレンジでチンしますよ。はい、それでね、桜エビを使った、ご飯せんべいできました。こんな感じでね、先ほど食べてみたんだけどカリカリしてね、とても香ばしかったです。これカルシウム不足にもってこいの、間食代わりにいいせんべいだと思います。はい、してみてください。プリンセスモナコでした。簡単ね、ご飯つぶして、レンジでチンするだけでしたよ。3、4分。はい。今日も見ていただいてありがとうございました。